すごい、全教科バッチリじゃない。これじゃあ私の出番もすぐなくなりそうね。じゃあ赤筆先生。日に日に内容はエスカレート。今では下着を見せるまでに。さて、次回はそろそろ先生の体のこと実技で教えてもらおうかな。その時私は気づいてしまったんです。